さあいよいよ田丸さん、はい、このメインイベントということになりましたね。そうですね、一番楽しみにしたカードですね、はい。さあこの試合ですが、どういうところを注目したいですか？そうですね、やっぱり大崎選手が、まあ、どういった倒し方をするっていう倒し方をするのかっていうのがやっぱ注目ですよね、はい。そして1個もまだ19歳なんですよね。そうですね、僕と同い年で若くて強い選手ですよね、はい。さあ果たしてどんな展開になるんでしょうか。青コーナーの1個はお兄さんの太田拓磨がライズ145で工藤に敗れています。そのリベンジという意味でも今日の試合勝ち星が欲しいところ。さあ第1ラウンドが始まりました。黒いトランクス、赤のベルトラインが入っているのがチャンピオンの大崎和樹。速い左を振っていきます。そしてピンクのトランクスが1個です。相変わらず攻撃は重たいですね、はい。さあまずこの立ち上がりですけれども、両者どういった展開になりそうですか？そうですね、今は見合っている状態なんですけど、はい、大崎選手はどんどん距離を潰して、重たい攻撃を当てていくと思うんで、それを一個選手がさばききれるかどうかですよね。この大崎というこの重いパンチですよね。そうですね、お互いにオーソドックススタイル、重いパンチを見合っていきました大崎。そしてピンクのトランクスが一個です。一個選手、しっかりと相手のパンチに対してカウンターを合わせるっていうのができる選手なので、大崎選手も見直できるんですよね。そうですね、ここもキックを混ぜていきました一個です。168センチの一個に対して160センチの大崎、上背では6センチ一個の方が上回っています。速い左を出していきます大崎。一発一発重たいですよね、強烈なローキック、インローとかローが効いてくるんですよね。あ、なるほど、ボディを出していきました大崎です。いやですから一個としてはあんまりもらいたくないところですか？そうですね、止まりたくないですよね、この激しいボディから顔面上下の内訳を見せていきました大崎です。一個選手かなりパンチ狙ってますね。あ、そうですか。ここも距離が詰まった激しい打ち合い、フックを狙ってるんで大崎選手は気をつけなきゃいけないですよね、はい。左のダブルを見せていきました大崎に対して、しっかりとコンビネーションで返していきます一個です。あ、これも左の打ち合い、大崎選手カーフキックを受けてきますね。そうですね、カーフを混ぜていきます。さあここもショートパンチを集めていきます大崎和樹。一個選手はひたすらフックを狙っている感じですね、はい。いやでもこれパンチもらっても後ろに下がらないですよね。そうですね、ミドルを見せていきます一個に対して、前蹴りスピンキックを見せていきます大崎です。ここはローキック、見てて分かる通り、本当に攻撃は重たいんですよね、はい。いや重たそうですよね。そうですね、大崎の攻撃、この大崎選手の攻撃にそのカウンターを合わせるっていうのも至難の技なんですよ、ね。そうですか、うん。ここは強烈なアッパー、大崎のパンチが顎を捉えていきました。ここで第1ラウンド終了です。ただす、第1ラウンドですけれども、田丸選手はどういう風にご覧になりましたか？そうですね、やっぱり大崎選手相変わらずパンチ蹴り両方重たいなって感じがしますね、はい。もう次々と大崎も去年はチャンピオンたちと戦って退けてきた、そのあたりの攻撃の重さというのがこの第1ラウンドでは見られましたが。そうですね、やっぱりライズチャンピオンとしてのちょっと貫禄というか、はい、あれが出てきましたね。やはりこのスーパーフライ級、もちろんこう戦ったことのあるこの大崎選手の一戦、見方違いますか？そうですね、やっぱ、悔しいというか、早くリベンジしたいという気持ちで、ね、なるほど、はい。さあ第2ラウンドが始まりました。黒いトランクスが大崎和樹、そしてピンクのトランクスが一個です。一個選手もでもミドルキックいいですね。いやそうですね、ミドルを返していきます。
いやただこう一個の前足がだいぶ赤くなってますよね。そうですね、やっぱりロー、いやー左フック、ローとボディで効いたところにパンチを打ってくるんで、しっかりとカットしたりさばきたいですよね。ミドルを混ぜていきました一個です。まあ、大崎と言いますと右のオーバーハンド、それから強烈な左を持っています。壁みたいな感じで迫ってくるんですよね。そうですか。壁みたいなっていうのはどういう感じなんですか。そうですね、もう何ですかね、動かないというか押しても動かないみたいな。ああなるほど。もう下がるしかないみたいな感じの圧力なんですよね。こう殴っても殴っても後ろに下がらない。そうですね。ここのパンチを混ぜていきます大崎。ただこれミドルしっかりとキックを返してますよね。そうですね、ただカーフキックかなり効いてますね。はい、ここアッパーを混ぜていきます大崎。いや強烈なパンチが画面を狙う。ただ1個を返します。コミュニケーションいいですね。はい、1個もしっかりと手数を返していきます。左を出していく。いやただこのプレッシャーです、大崎のプレッシャー、これが相手にとっては嫌なんですね。そうですね、ただこのイコ選手もかなりコンビネーションいいですね。はい、全然大崎選手のプレッシャーに引き受けてないですね。まあ、そうですね、はい、まあ、もらってももらってもしっかりと返しています。イコです。高校生の時に2冠を達成しましたイコ。これがライズ初参戦、初のライズのリング、しっかりと結果を残すことができるか。パンチを集めていきます大崎。ただ村田も1個ちゃんと返してますよね。そうですね、しっかり狙ってるしカウンターもかなりいいですね。大崎選手はこのフックに警戒したいですね。そうですね、一個選手はミドルでかなり大崎選手の腕が高くなってますね。はい、いや確かにそうですね、大崎のこの左の腕のところですよね。そうですね、かなり赤くなっています。さあ第2ラウンドの感じが切ります。激しい感じの攻防、右ストレート。さあこの大崎選手焦ったときにこのカウンター気をつけたいですね。はい、大崎のパンチがいいものが入りました。いやただしっかりと一個も返していきます。このミドルがどこのタイミングで効いてくるか。そうですね、ここ力を込めたボディを狙っていきました大崎。第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。イコ選手今のラウンドかなり良かったですね。はい、大崎選手ちょっとなんか焦っているような感じがしますね。あ、そうですか。はい、倒そう倒そうとしてちょっと空回りしているような感じに見えます。第1ラウンドから大崎のこの左のボディーブローが綺麗に決まっています。ただ一個もしっかりとミドル返してますよね。そうですね、やっぱり、アマチュアからやっぱりかなり強い選手だったので、はい、やっぱりテクニックだったりとかやっぱり気持ちも強いですよね。そうですね、いや気持ちは強いですよね。そうですね、いやこの一個のミドルが大崎の腕の付け根のあたりかなり赤くなっています。これもらい続けると影響というのはどうですか。どうですかね、ミドルキックで倒れるほど、なんかそんな深刻そうなダメージじゃなさそうですけど、かなり印象悪いですよね。確かにそうですね、はい、第3ラウンドが始まりました。黒いトランクス、赤のベルトラインが入っているのが第2代スーパーフライ級のチャンピオン大崎和樹、そしてピンクのトランクスが一個です。いやここもショートパンチからミドルキック、いいコンビネーションをつなげていきます一個。最後は膝を見せていきました。いや攻撃のコンビネーションはいいですよね。そうですね、一個選手かなりいいですね。はい、ただこの一発一発のパンチ、大崎重さを感じます。しっかり一個選手はこの今まで通りジャブだったりミドルをしっかり蹴っていきたいですね。はい、大崎選手はしっかりとパンチを当てたいですね。ミドルが入ります一個。まあ、第1ラウンドはこうプレッシャーをかけ続けていた大崎ですけれども、そうですね、ここに来て少しこう1個も返してますよね。そうですね、このフックに気をつけたいですね大崎選手は。ここは距離が詰まっています。お互いに打ち合う、肩を狙っていく大崎。
カーフはやっぱり上がってますよね。そうです。あっとここは足を買っていきました。伊藤選手はこう下がりたくないですね。そうですね。しちゃって、まあ、ボディからカーフコンビネーションを見せていきます。大崎、いや必要に狙っていきます。カーフキックかなり効いてると思います。この足もすねのあたりがかなり赤くなっています。1個、いやただ前に出ていきます。1個が前に出ていく。膝で相手を押し返していきます。さあただ強烈なボディを入れていく大崎。大崎選手ミドルをずっと受けるのが印象悪いですよね。あ確かにそうですね。やっぱ前に出てるんで、部分での印象かなりいいんですけど、クリーンヒットは対戦をしっかり。いやただ大崎結構この左ボディいいの入ってますよね。かなりそうですね。さあ体勢を入れ替えしました。入れ替えた大崎。ラスト30秒、はい、お互いここは気持ちの勝負ですね。第3ラウンドは残り30秒を切ります。いやかなりカーフを受けています。1個この左のボディ、しかしパンチを返していきます。さあここで膝を混ぜる。さあ第3ラウンド残り15秒切ります。いや左強烈ですよこれ。そうですね。大崎選手これ1回一発当てたいですね、はい、ただこれがどこまでこう印象付ける攻撃になっているかというところで第3ラウンド終了。伊藤選手かなり上手かったですね、うまく戦ってたと思います。こうもらっても後ろに下がらずどんどんと前に攻撃を仕掛けていく、これ印象的には高いですよね。そうですね、でもやっぱり大崎選手の圧力3ラウンドずっとのずっと圧力をかけてましたよね。そうですね。ただもらってももらってもこの下がらないまさに壁という、この大崎がどんどんと前に出ていきました。3ラウンドが終了して判定が集計されます。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ大沢29対28、赤大崎、ジャッジ永瀬29対29、ドロー、ジャッジ豊永30対28、赤大崎。以上2対0の判定をもちまして勝者大崎克樹ということで、判定の結果は2対0で赤コーナーの大崎克樹が判定勝利をものにしたということになりました。いやただ1人は29対29のドローという判定でしたね。そうですね。やっぱり伊藤選手かなり上手くて、ミドルキックだったりパンチでうまく戦ったなというふうに自分も感じたんで、はい、まあ、ドローをつけている人がいてもおかしくないなというふうに思いました。あそうですか、はい、ですからまあその大崎としては完全勝利っていうような感じはなかったっていうところですかね。まあ、そうですね。やっぱり倒したかったっていうのがあってかなり、倒し急いでいた部分はあると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりライズ王者らしい、まあ、強さを証明したのかなっていうのはありますね。そうですね、はい、いやかなりカーフキック効いてますね。そうですね、やっぱり、まあ、気持ちで、まあ、痩せ我慢じゃないですけど、という感じだと思います。足を引きずりながらの退場ということになりました。一方勝利を収めました。それでは大崎和樹のコメントです。こんばんは、オイシジムの大崎和樹です。今日はわざわざ会場で見に来てくださってありがとうございます。すごい大会自体 KO とかダウンとかが多くて、で最後僕がメインだったんでしっかり締めないといけないと思ったんですけど、相手の一個選手、まあ、すごい気持ちが強くて打たれ強くて、でめちゃくちゃ蹴りも強くて、今までやってきた選手の中で一番蹴りが重かったです。で、まあ、でもそういう選手にしっかり勝てたんで、また今度53キロ
トーナメントあるんで、僕もそれ出れるようにまたしっかり帰って練習して、でどんどん勝ちを積み重ねて、今年は53キロのベルトを僕が取るんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。という大崎の話でしたけれども、やっぱり蹴りはかなり重たかったという話してますね。そうですね、やっぱり蹴り半端じゃなかったですね、まあ、それがあの腕の付け根 その赤く腫れ上がった傷も印象的ですよね。そうですね、かなり青ざになってますよね。はい、